まず104点という失点があっては、まあ、勝つことは難しい試合になっているというふうに思います。まあ、ディフェンスのところで最初の方できた部分は、この前よりかはもう一回原点に戻って、自分たちのやってきたことをもう一回強度高くやっていこうというところでできた部分もあったんですが、それを遂行しながらも、まあ、シュート決められた部分もあったとは思います。なのでそこをもうどれだけこれからこの強度を高くやっていけるかというところは気になってくるというふうに思います。あとは、その中でローテーションのミスだとかもまだ、ありますので、そこの、共通意識をやっぱりもっと上げていかないと、点がこんだけの失点が多ければなかなか難しい試合になっているというふうには思います。なので、また一度滋賀戦に向けて、もう一度自分たちのディフェンスのシステムというところを全員で共通意識を高めながら、強度を高くできるかどうかというところが、今週末は気になっているというふうに思いますので、ぜひ皆さん、今週末も応援どうぞよろしくお願いします。